おはようございます。名古屋産業大学の、瀬川です。やっと秋らしい日差しになってまいりました。抜けるような青空と、心地よい少しひんやりめの空気ということで、はい、気分が良くなってまいりました。まあ長い間ライブ配信やってるわけですが、まあネタが尽きたというわけではございませんけれども、ある学生が先生のライブ面白いけど面白くない、ね、どういう意味って言ったら、ちょっと言ってることがはっきり言えって言ったら、ちょっと難しいので、もうちょっととかなんか言ってですね、じゃあ芸人みたいにやればいいのかって、そうは言いませんけどって言ってこうやって言うんですね、研究室で、はい、でもそれ分からないでもないというか、意識してるんだけど、だけど僕らの世代の芸人さんの真似したら、あの君ら本当ひっくり返るぜって言ったら、まあいやそんなことないですよって言って、あのねえ、ご年配の方の中にもすごい俳優さんがいらっしゃるし、落語だって時々見るんでね、分かりますよって言うんです。なんつってね、じゃあ誰がいいって言ったら、って言ってましたけど、おじいちゃんおばあちゃんが言ってましたよって言うんです。我々の年代になるとやっぱり話を聞かせるというと、あのディスクジョッキー、アナウンサー、司会ね、まあ話をという演技じゃなくて話をというと落語家とか講談とかね漫才とかね、オール阪神巨人阪神ですか、よく聞きましたね。まあその他 いっぱい好きな漫才家いますけど、急に出てこないんですね。まあ落語ですと、新潮ですとか、あの古典落語よく聞きましたね。三枝さんなんか面白いですよね。でまあ話って言っても、そのふざけて話をする人も大勢いて、私はあのドリフターズが好きで、よくね加トちゃんと志村けんの話はね、話っていうか悪ふざけはよく聞いてたわけですけどね、面白いですね。硬いと言われると、あのまあちょっと何クソと思うわけで、で何度かあのこのライブでも難しい話をしながら申し上げたことあるんですが、もうずいぶん前に私のあの同僚がですね、授業は面白いって言うんですね。苦痛だよ、嫌だよって言ったら、いや結構学生をどうやって笑わせるかに生きがいなんで、もう毎回が真剣勝負だとかなんか言ってた人がいるんですけどね、面白い人で、はい、あの、なるほどと、じゃあ落語でも勉強しようかなって言ったら、まあそこまで構えることない、自然体でいいんじゃないのというようなことを言ってた人がいるんですがね、未だに覚えてます。はい、まああの難しい経済学や政治の話を、まあ、分かっていただくためにはやっぱり聞いていただけるようなパフォーマンスがないとダメっていうのは、それはまああの若い頃から心がけていたことなんですが、ちっとも進歩してないわけですね。はい、なのでちょっと芸を磨こうかなと、はい、いうことで気分を楽にしてね、お話をするまあ習慣というか努力をしてみたいなと思うわけです。いかがでございますでしょうか。もうやめろ、今日は広告の話をちょっとコマーシャル CM ね、嫌みったらしくやろうと思うわけですが、嫌みにならないように爽やかに広告のことをとにかく蹴散らして、という、はい、企画でございますけれども、まあインターネットよく見ます。でまあ昔のインターネットはあの、まあ、新聞記事とかいろんなあのメディアのねサイトとかいろんなものがございますけれども、ホームページとかそんなに広告なんか出てなくて、まあバーナーとかそんなのが時々ちらっと出てきて、あれこれなんだという、古き良き時代が、まあ最近はまあメディアが発信するいろんな情報を見ようと思ったら、まあとにかく広告の中に埋もれている文字をどうやって見つけるかと、はい、でまあうんざりしてもうやめようかなと、はい、でまああれ消す方法がございましてね、罰を押せば消えるんですが、その罰を探すのが一苦労で、どこに罰があるのかわざとわからないようにやってますね、あれ本当に。
腹立つ 消えてるんですよ。消えてるっていうか隠れてるんですよね。で、カーソルが近づくとパッとバツが見えてきて、バツをクリックすると消えてくれるんです。で、まあ消したら、あとなんで消したって聞いてくるんですね。この広告は面白くない、興味がない、何度も見た、画面が隠れるとかね、いろんなのがあって、その都度消すんですが、次に同じのを見たらまた出てくるじゃございませんか。はい。なんでなんでしょうかね、という。スマホをいじってますが、よく、はい、このスマホっていうのは、電話、メール、まあ、ブログのアップとか、まあ、最近じゃ画像、動画ね、いろんな使い方ができて、楽しいものでございますね。決して悪口を言ってるわけではございませんで、私もよく使っておりますので、今日テレビ見ておりましたら、中国の女の子がね、一攫千金を夢見て、路上で、歩道でね、大勢集まってというか、まあ一人ずつ集まってくると大勢になるという意味で、一攫千金を夢見て、そこで 路上に座り込んでライブ配信やってると。で、専用のこうスタンドがあるんですね。そこに2つ3つつけて、自分の歌を発信してるわけです。非常に、まあ微笑ましいというかね、はい、ぜひ有名になってちょうだいよという、本当に嫌味じゃなくて拍手喝采を送りたいんですが、そのスマホは何のためにあるんだと、ね、いうことで、まあそういう利用の仕方ならよろしいんですが、まあスマホを私使ってて100、まあパーセントの中で90%は広告宣伝で のためにあると。で、いうことで、できるだけ広告が乗らないように設定をしていくわけですが、私の買った機種の会社の方の広告、関連の広告は消さないようになってるんですね。まあ消す方法あるんでしょうけどね。で、まあ奥の手はしょっちゅう再起動をかけるんですね。そうすると消えてくれますので、皆さんいかがでございますでしょうか。もう本当広告にはうんざり。だけど、その売る側にとってはこの広告が唯一の商売のね、手段になるわけですから。決して悪口言っちゃいけないし、まあたまには見てあげようかなと、はい、いうことでございますけれども、この広告についての恨みつらみは延々と続きますが、私の父がね、亡くなった父がよく言ってましたけど、なんか最近はとにかく商品があふれてあふれて、まあデパートやああいう大型店舗へね、大型スーパーとかへ連れて行ったら、まあ商品が、まあ俺の若い頃は商品なんてほとんどなかったと、緊張るとなんとなんとだけだったとかね、いうわけで、なるほどと思って、まあとにかく商品があふれてますよね。はい、これは商品を作る技術や物流や広告宣伝が功を奏して、我々の身の回りに、まあ、我々の役に立つ商品がこう溢れていて、それを大いに PR して買っていただくということは、全体のね、福利厚生になるわけですから、決して恨んだり、つらみを言ったり、することは適当ではございません と思いますんですが、それにしても、とにかく商品が多すぎると。ということになってきますと、商品は機械が作ってくれますので、機械が作ってくれた商品をどうやって売るかというのが、なんか経済学の根本、基礎概念になってくるわけで、あとはどうやって運ぶかとね。はい、で、運ぶのも今、大型トラックがいろんなものを運んでますが、ドローンが運んでくれたり、まあ、する時代も来るわけでございましょうから、やがてその、そこら中をドローンがブン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 と、ドローンとミニバイクとウーバーイーツの、バイクがブン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  自転車で運ぶのも出てきましたけど、やっぱりちょっと無理ですかね、自転車はね。はい。ということで、この広告というものを作ることが、もう本当に人間の手や筋肉を煩わすことなく作られて、作られたものをどう売る、いかに売る、その売るために必要な人材を、まあこれは販売促進マーケティング、をどう使う、こればっかりは代替が効かないと思うんですね。
有名なタレントさんが出てきて買ってちょうだいよとポンポンとポンポンというのは分かりますか ということで、でもそれもアバターみたいなのが出てきてですね、芸人さんがだんだんと仕事の機会がなくなっているということで、とにかくまあ動いてますね。でこの動いているものを今日は実はまあちょっと、茶化しながらご説明したわけですが、いかがでございますでしょうか。こうやってこうまあ笑っていただきながらというと何が面白いんだって多分、カメラの向こうでおっしゃってると思いますけれどもね、真面目くさってクソ真面目な顔してやるよりも、ここでまあこんな形で、経済の中心が要するに物を仕入れる作る売るというまあ昔の、まあ、マルクス流に言えば再生産標識ということなんでしょうが、資本主義的蓄積の一般法則とかねいう世界から何かやっぱりちょっと別のこう原理の方向へあの経済が移ってきている。でその経済が移ってきているというところをまああの中心にしながら、それとまあ物流や国家や社会や文化との関係を見ていくというようなまあ大それた考え方を持っておりますね。はい、落語でも昔は古典落語しかやっておりませんでしたが、まあ、特に桂三枝さんなんかこれであのだいぶ儲けたんでしょうかね。古典落語一辺倒じゃ食っていけないということで創作落語、はい、その創作落語もなんかどうなったんでしょうかね。で最近の漫才の人たちは全くまあその辺無視してるわけじゃないんでしょうけどね、なんかバカ騒ぎしてるようなにしか思えないんですが、あこれはもう批判しちゃいけないですね。それなりに面白いところがあるんですが、それはまたそれで、そういうあのエンターテインメント業界の課題になろうかと思います。今日はエンターテインメントのことは申し上げるつもりございませんので、この世の中が商品であふれ広告で満ちあふれているこの、良き時代に定年退職していろいろと悪口が言えるということは非常に、楽しいことでございますということを今日申し上げたわけですが、そうだと思う思いのある方はいいねとバカじゃないお前という方はやめろということで、チャンネル登録していただければありがたいと思います。